お酒入れて飲んでます。あら、あら、いいですね、はい、いいですね、はい、素敵でございます、ね、ありがとうございます。ふみとサラサが、まあ、すごく大事なシーンを撮っていて、まあ、僕はその僕も撮影があったのでちょっと待っていて、で、まあ、急遽ワンシーン追加するからっていうことで、まあ、おちょっと嬉しいなと思って、で、まあ、現場に入って、まあ、監督に、まあ、そのままここに何押しかけてきて、この2人に向かってゴミ箱を投げろみたいな演出をつけられたんで、よしと思って意気込んで段取りをやったら、ゴミ箱の中にプレゼントが入っていて、嬉しいんだけどワンシーン追加っていうのはないんだっていうちょっと残念な気持ちもあってなんだか不思議な気持ちになりましたね。だってからそこにはだから、はい、広瀬すずさんと松坂桃李さんも見てたわけですもんね、はい、どうだったんですか、お二人はそれ知ってたわけですよね。そうですね、はい、そういう段取りにしますっていうことを聞いていて、で、はい、でもやっぱこう難しいじゃないですか、そのサプライズもふわっとこう入ってきてなんかパーンおめでとうとかだったら分かるんですけど、激高して入ってこなきゃいけないっていう、そうですそうですこの激高の流れの中でパッと開けてプレゼント入ってる、俺今日誕生日だ、あそういうことかっていう、この怒りからの喜びに行くまでのストロークっていうものが凄まじかったなと思います。でももう本当不思議な気持ちでした。不思議な気持ちだよね、はい、あれね。ふわってなってく時もなんかこうなんかすごい体勢だったんですよ。なんかゴミ箱開けてえみたいななんかこう聞いたことのないような、あそうだね、音を出されてて、はい、もうすごい私はツボにはまってしまいました。そうなんですね。え、何もらったんですか。お、あのバカラのグラスを、おお、はい、原作で出てくる、そうです、お、はい、それをいただいたので、はい、それにお酒入れて飲んでます。あら、あら、いいですね、はい、いいですね、はい、素敵でございます、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。